2018明治安田生命 J1 リーグ柏レイソル対鹿島アントラーズ19時3分キックオフのゲームです。ここ10戦の鹿島アントラーズは6勝2分け2敗、10戦のうちの5つをクリーンシートで戦っています。さあ一方の柏レイソルなんですが、ここ10戦が3勝1分け6敗で、ここ2連敗のいずれもノーゴールというのは気になりますね。そうですね。さてレイソルのちょっとフォーメーションについて話そうと思いますが、まあ、フォーバックに戻しますよね。そうですね、もう、僕の見解ですよ、はい、全く機能してませんでしたからね、はい、そういう意味では普段やり慣れている形でやっぱり普段やれているメンバーでやっぱりやった方がいいのかなって感じしますね。鹿島アントラーズです。今日はゴールキーパーを曽我畑にしました。後ろの方も変え、真ん中も変え、 ACL と比べてる話ですけどね、ダウンオーバーで全部変えてきましたね、はい。まあ、ただこのボランチの2人ですね、長木、小笠原、この2人も経験ありますからね。そうですね、これはしっかり重しにはなってるとは思いますけどね、はい。さてセットプレーのチャンスです。遠藤シュート、素晴らしい先制、鹿島アントラーズ。金森ですか。金森ですね、今シーズンの2点目ですね。このセカンドボール、クリアボールをワントラップしてから、ね、はい、もうとにかくこのワンタッチのコントロールが見事でしたね。もう誰かが無理をしていかなければいけないという柏レイソルです。こういう形でいいから打ってことですよね。シュート、ゲット、これでいいでしょう。セガーですね、はい、見事なゴールですね。今シーズンの7点目です。すぐに追いつきました。ちょっとラフなボールでしたけど、このセカンドボールを拾ったの見事でしたね。そうでしたね。江坂からのパス、江坂が非常に丁寧なパス出しましたね、はい、セカンドボールを予測して、江坂小さなパス外の高木に出しました。追い越してクリスチャーノ、ここ勝ててますからね。クリスチャーノ、クリスチャーノ、クリスチャーノまだ持っている。ワントラップしてセガーシュート、ゲット、見事だ。今日2ゴール、落ち着いてましたね今ね。クリスチャーノ頑張りましたね、はい、今ね。ここ何回かねクリスチャーノ裏取ってましたからね、はい、腕入れ替えてここですよ。これですね、はい、今のプレーはちょっと犬飼いは軽かったと思いますね。そうは言ってもこのファーストタッチのボールの置きどころは見事ですね。そう思います、はい、小笠原のコーナーキックです。決まった、追いつきました。町田ですか。あ、高かったです、まあ、ポジション良かったですね町田ね。さあ点の取り合いになりました。見てみましょう、小笠原のコーナーキックからいいタイミングでしたね。後ろから走り込まれましたからね、はい、ノーマークでしたね、はい、長木です。あ、いいですねこの辺のインテンシティは強い強い。伊藤です。3対1ですよ。伊藤決めきれるか。伊藤パスにした、シュート、クリスチャーノ決められない。シュートは手塚のシュートはキーパーの正面、いや今のあれそれ決めたかった、ちょっとありえない感じでしたけどね。3対1でしたよ ね、はい、合わせるの難しくなかったと思いますけど、手塚外を使いました。さあこっち側の攻撃はどうでしょうか。シンプルにクロスを入れます。あ、対角に伊藤がいます。あ、ちょっと仕掛けられますね今の前だと。かわした、伊藤、伊藤、伊藤、自分もある、シュートクリア、ナイスプレー、すごいクリアだ。よく戻ってきましたね小田ですか。ですか、素晴らしい、もう完璧ですね伊藤純也は、はい、まあ、小田を褒めた方がいいですね今のね、あ、これは悪い形で奪われた。金森からのパス、あとはシュートの、いやクロスバー、もう一回シュート決めた。最後は山口、来た山口、ついに取りましたね、取りましたね、これ
はちょっと柏とすればですね、奪われ方が良くなかったですね。もうその通りです、ただ遠藤も見事ですよ、ルーチートね。これ決まったと思いましたけどね、はい、まあ、山口よく詰めてましたよ。そうですね、タイムアップです。2対3、シーソーゲームで始まったゲームは先制点を取った鹿島アントラーズが1点を上回って2対3でした。